場内で。でも本当に一瞬ですよね。この数秒の差。2個目に青が入っちゃいました。お互い拮抗した時にお互いのロボットがどう動くのかみたいなもの。これ取らないんですね。お、もうフロントの方ももうほとんど4本ずつ残って、リトライですね。動かなくなっちゃいました。ボール取れてない、取れてないですね。取り直し、はい、取り直しで1回戻って、どちらも若干の豊橋は R1 がリトライです、はい、両者トラブルが好き。あ、何が起こるか分からない、はい、言われてますね。リードしてるのは豊橋か。点数的には豊橋が伸びてますけれども、ただボールが枯渇するんでムアバには届かないはずで、東大のアルツェを受け始めました。戻ってきた。スピード速いですからね。どうなるかわからない。スピードは速いですよ。どうなる、どうなる。これ自動で動いてるんですよね。もちろん自動ですね。ここは自動で動いています。僕感情移入しすぎて言葉が出ないですね。おのおのの応援で箱が全部埋まってしまいます。これはアーベストの戦いになるんですかね、はい、残った球を投げるかどうかで決まりますが、今東大のあ R1 も動いてる。ただボールの個数的には豊橋が、これは全てボールをハーベストしても豊橋の点数に届かないので、豊橋なぜか R1 ここで止まっているのは得点差でもう10位だからということでしょうか。はい、もう全てのタスクを終了しました、はい、これ以上動かないですね。あー、 R1 も R2 もちょっと今動きが止まってしまっているという状況ですか、はい、ロボット4台とも止まってますか。止まってるというか、することがないというか。あと10秒。これが競技の真髄です。はい、膠着状態のまま試合終了です。